鉄道は3メートルを超す積雪のため寸断され、沿線の村落は孤立、運行中の列車は各所で立ち往生してしまった。このように雪の中に取り残された列車をこの地方の鉄道員たちは鳥子になったと呼んでいる。これを救うため、また孤立した村や町に列車を通すため、米沢から坂町に向け救援列車を出発させている。その模様を米沢機関区の歩みという小冊子では次のように伝えている。積雪はところにより3メートルを超し、そのためラッセル車は雪に埋もれ動かず、新庄よりロータリー車が改装される。救援列車の編成はロータリー車9600型機関車、石炭車9600型機関車、ラッセル車とした。給水については途中各駅ごとに消防隊の出動を手配し、これにより補給を予定した。食料については全員に4日分の携行を指示した。天候回復の見通しも立ち、2月1日12時19分、駅職員及び家族の見送りの中、第6001列車として米沢を出発。除雪、そして給水給炭などの難作業を繰り返しつつ進行。15時間36分かかって小国駅に到着した。この間 58.3km、 平常時なら急行で1時間16分のところである。ついで小国越後下関間 21.4km の除雪にかかる。この間は特に積雪が多く、作業時間は実に19時間18分。平時の所要時間は24分である。坂町到着は2月4日21時30分。米沢を出発してから3日間と9時間10分の雪との戦いであった。